種子黒ラシは、油中油な属の一年生植物。種子を、香辛料として利用するほか、野菜、または、ハーブとして利用される。地中海沿岸原産で荒れ地などに自生している、野草だが、現在では、気化植物として、世界的に分布している。草丈が非常に高く、成長すると2.4メートルに達する。表面が毛羽だった、多肉質な茎を持ち、 茎の頂に花びらが4枚の黄色い花をつける。葉は大きいが、カラシナやシロガラシと違い毒性があり、食用に適さない。冷涼な気候を好み、温暖な気候だと日中しおれてしまうこともある。果実が実ると茎に密着する点で、他の油なぞくと区別できる。また開花期も油なぞくの中で最も遅く、日本で栽培した場合、5月近くになる。 黒柄子は、戦死時代の遺跡からも発見されており、香辛料としての歴史は白柄子より古く3000年前からとも言われている。聖書のたとえ話に登場する、柄子種は黒柄子の種を刺すという説もある。現在マスタードの原料としてはほとんど利用されていない。草丈が高く種子が落ちやすいため機械収穫に向かない、ことも工業化できない一因となっている。 風味は白ラ子よりも鼻に抜けるような辛み感が強く、ピクルス液やインド料理では、マスタードオイルやギーの風味付けとして用いられている。種子は、褐色で、黒毛シと呼ばれ、他のカラッシュと同様に、剣意、巨炭、人害の漢方薬として用いられる。ヨーロッパでは、筋肉痛のシッ薬としても用いられた。ありがとうございます。